個性派女優の濱田マリさん。NHK 朝の連ドラ、カムカムエヴリバディでは、竹村クリーニング店の奥さんの和子役で、深津さん演じる、ルイの心の拠り所として、母親代わりの役を、感情豊かに演じられていて、とてもホッとするシーンが多いです。そんな濱田さんのことが気になって、いろいろ調べてみることに。濱田マリさん。1968年12月27日生まれの現在52歳。兵庫県神戸市須磨区の出身で、実家は同じ兵庫県神戸市の長田区にあるそうです。身長は152センチ、血液型 B 型。武庫川女子大学附属高等学校を卒業。趣味はフリークライミングだそうです。濱田さんといえば、2015年の NHK 朝の連ドラ、マッサンでも、ヒロインを支える女性を好演していましたね。テレビドラマや映画、舞台、声優をメインに、その明るく気さくなキャラクターで、バラエティ番組でも人気となっています。そんな濱田さんの幼少期はというと、小学生の頃はピンクレディーが大好きで、よく人前で歌真似を披露していたそうです。中学、高校生の時は器械体操をやっていましたが、再び、音楽に夢中になった濱田さん。ついに始めたのがなんと、砂場というバンド。ボーカルとギターを担当して、関西のライブハウスを中心に活動。イカ天と称され大人気だった番組。三宅裕司のイカスバンド天国に出演しましたが、酷評され、間もなく解散してしまいます。1991年にボーカリスト兼ダンサーとして、大阪のエンターテイメントバンド、モダンチョキチョキズのメンバーとなり、翌年、新お化けの Q 太郎でメジャーデビュー。独特のハイトーンボイスとツインテール、独創的な衣装とド派手なパフォーマンスの、ロリータ系不思議ちゃんとして、世間の注目を集めました。なんと、濱田マリさんは歌手として、芸能界デビューしていたんです。俳優としての活動はどうやら、1997年にモダンチョキチョキズの解散の後でした。彼女の独特のキャラは無駄にはならなかったんですね。ここからいよいよ濱田さんのサクセスストーリーが始まります。スーパーバイプレイヤーとしての際立った演技で、あの北野武さんにも認められるほどで、2004年、北野武主演の映画血と骨にも妻役として出演して、迫真の演技で注目を集めました。また、NHK 連続テレビ小説、マッサンでは、牧師の妻、キャサリンで登場して、主役のエリーを支える脇役を見事に演じ、その存在感を強烈にアピールしました。とはいえ、最も強烈な印象を残したのは、バラエティ番組、痛快テレビ、スカットジャパンの、ずうずうしいファミリーシリーズの母親役が、最強のハマり役ではないでしょうか。とにかく、イラッとくる厚かましさや、明るく、面倒見のいい、おばはん役を演じさせたら、天下一品の濱田さん。その独特のキャラと声を生かして、声優やナレーションでも活躍しています。2002年ジブリアニメ、猫の恩返しで、声優として参加しているほか、教育番組のナレーションでも活躍をしています。そんな濱田マリさんは結婚されているのでしょうか。実は、バツイチで再婚されています。最初の結婚は、1996年、濱田さんが28歳の時、ロックバンドソフトバレーの藤井真希さんと結婚しています。二人の出会いは対談がきっかけでした。というか、濱田さんの大ファンだった藤井さんの、たっての希望の対談が実現した後も、濱田さんのファーストソロアルバム、普通の人に参加するなど、ストーカーまがいの猛アプローチに、失恋直後の濱田さんが魔が差しての、交際スタートだったのだとか、結婚後、1999年、長女を出産しましたが、残念ながら2005年に離婚。2008年に12歳年上の一般男性と再婚しています。再婚相手の旦那さんも再婚なんだそうです。泣いてる自分を慰められるのは夫だけと、旦那さんには絶大な信頼を寄せています。なのに、
明石家さんまさんの大ファンの浜田さん。さんまさんと結婚できるなら、離婚してもいい。というほど今でも大好きなのだとか。旦那さんも苦笑いですよね。ところで、再婚時には幼かった娘さん。現在は22歳となって、今や頼れる相棒なんだとか。娘さんのことを浜田さんは、歌がめっちゃうまくて、声は自分より高い。本職は、大学生で、基本はダンサーと明かしていました。娘さんの彼氏はまるで、K-POP のアイドルグループにいそうな、超イケメンだと自慢していた浜田さん。ですが、そんな自慢の娘さんから、とんでもない戒めを受けているのだとか。それは、おばはん参加場。おばはんは、はしゃぐな、甘えるな、若ぶるな。なかなかぐさっとくる厳しいものですが、ただただ、この言いつけを忠実に守りつつ、おばはんであることを楽しんでいるそうです。浜田真理さん。朝ドラ、カムカムエブリバディでは、クリーニング屋の奥さんを演じてますが、実は、実家も父親が長年にわたって、クリーニング業を営んでらっしゃるそうです。ほんと、できすぎですよね。母親は美容師で、お父さんのお店の隣で、美容院を経営していたそうです。美容院を夕方で閉めた後は、父親のクリーニング店の手伝いをしながら、家事もこなしていたそうで、そんな母を見て浜田さんは、この人はいつ休んでいるんだろう、と幼いながらに思っていたそうです。しかし、そんなささやかながらも幸せな浜田家を、忘れることのできない悲劇が襲います。その悲劇とは、1995年の阪神・淡路大震災。その際、お店は全焼してしまったのですが、3ヶ月後には自宅の横に再建されたそうです。大変なご苦労されたんですね。浜田さんは、そんな両親から、商売人の子としてお客さんの大切さなど、いろんなことを学んだんだとか。現在、美容院は母親と一緒に、1歳上のお兄さんがされているそうです。今でも、家族4人で夕食を囲んで、商売の話をしたのが懐かしいのだとか。浜田さんといえば、有名なのが、その肉体のマッスル美。あるテレビ番組で披露して話題となりました。そこまでになったきっかけとは、2011年秋、映画の撮影で1ヶ月にわたり、東北ロケを行った時に、体力がなくて、疲労困憊だったのだとか。その時、偶然見つけたクライミングジムで、ボルダリングに挑戦したところ、もっと撮影を頑張ろう、もっと生きて壁に登りたい、とどんどんハマっていったのです。今では、家族からも半分壁に住んでいるとか、無駄にマッチョと言われる始末で、いつも無意識に登れそうな壁を探しているそうです。今一番登りたい場所は、なんと国会議事堂なんだそうです。一時は週8で、ボルダリングのジムに通っていて、現在は、週3回ほど、ジムの上級者コースで、トレーニングをしているとのことでした。その上、毎日ジョギングもしているそうです。エネルギッシュ極まりない浜田さん。2021年9月には、モダンチョキチョキズの、一夜限りの再結成ライブが行われたそうですが、52歳にしてマルチに活躍する、その演技と姿に元気と勇気をもらえています。ルイと同じく、まさに彼女自身も、クリーニング店の看板娘だった浜田さん。これからのカムカムエブリバディで、どんな演技を見せてくれるのか、楽しみでなりません。力いっぱい応援していきます。それではまた、次回お会いしましょう。